あまり僕にスポーツのイメージがないのではないか、スポーツ番組のオファーは来ないのではないかと、どこかで思っていました。菊池風磨菊池風磨くタイムレスがスポーツ番組の MC に初挑戦。菊池風磨のスポーツキングダムが9月22日16時5分から、カンテレフジ系全国ネットで放送されることが発表された。菊池風磨のスポーツキングダムは、こんな勝負見たことない。と思わず叫んでしまう、ありえない対決が続々登場する、スポーツバラエティ。番組では、競技の垣根を越えた、バレーボール VS サッカー対決や、野球漫画、メジャーの世界から飛び出した夢の魔球、ジャイロボールと野球界のレジェンド軍との真剣勝負、さらには、プロボクサー那須川天心が、ジャッキー・チェンの凄技に挑むなど、見たことない対決や挑戦が、豪華三立てで届けられる。小学生の頃は、野球部、中学は、フットボール部に所属するなど、実は、根っからのスポーツ好きな菊池風磨は、念願のスポーツ番組 MC 抜擢に、歓喜の様子。そんな菊池と共にスタジオを盛り上げるのは、吉村崇、平成のぶしこぶし、里崎智也、ゆうちゃみの3人に加え、パリ五輪メダリストの柔道、永瀬貴規選手とレスリング、須崎優選手、崎は立つ先が正式表記。異色の三番勝負の行方を見守りながら、独自の目線でその勝敗を予想していく。さらに、反射神経が試される、柔道 VS レスリング、メダリスト同士の白熱したバトルも展開。菊池は、番組 MC のオファーを受けた際、ついにスポーツ番組が、と思いましたね。あまり僕に、スポーツのイメージがないのではないかなと、スポーツ番組のオファーは来ないのではないかと、どこかで思っていましたが、ついに来たか、と、とても嬉しかったですと当時の思いを説明。続けて、スポーツのイメージはないかもしれないですが、実はスポーツはいろいろとやってきましたので、僕のスポーツ好きな姿を存分に発揮できたらなという思いで MC をやらせていただきましたと、笑顔で語った。番組収録後は、今回は新しい挑戦だったりとか、スポーツの種目を超えた対決だったりだとか、新鮮で楽しい VTR ばかりでしたね。スタジオの皆さんもとても温かく、みんなでワイワイ面白い対決を見させてもらうっていう、非常に良い雰囲気の番組になったんじゃないかなと思いますと、満足げにコメント。そして最後に、とにかく、スポーツ界の世紀の対決といっても過言ではない、見どころ満載の番組になっています。各界のレジェンドも出演してくれていますし、アスリートもオリンピアンも、まさに幅広く、スポーツ界のスターたちによる垣根を越えた対決が見られます。スタジオにもメダリストのお二人にお越しいただいておりますので、ぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。と番組をアピールした。番組情報カンテレフジ系、菊池風磨のスポーツキングダム09、22日曜日16時5分から17時20分スタジオ出演 MC、菊池風磨くタイムレスアスリートゲスト、永瀬貴規選手、柔道、須崎優衣選手、レスリングパネラー、吉村崇、平成のぶしこぶし、里崎智也ゆうちゃみ VTR 出演、バレーボール VS サッカー究極のスパイク PK、バトル、バレーボール、西田有志、パリ五輪代表、大阪ブルテオン、山地大、パリ五輪代表、大阪ブルテオン、エーロ求まれ、経験者、大阪ブルテオンサッカー、南優太、元 GK J リーグ GK 通算歴代最多出場、魔球ジャイロボール VS、掛布レジェンド軍、掛布正幸鳥谷隆糸井義雄西岡剛酒井忍、法律小松大学、プロボクサー那須川天心が、ジャッキー・チェンに挑む。
那須川天心鬼ごりトマホーク、金ちゃんカンテレ、関西公式サイト https://www.ktv.jp/timelessofficial サイトハットプス ovtp.jp/